GS400 及び GS400E は、鈴木が製造、販売していた、中型自動二輪車の車種である。車種名の GS400E については、1978年に発売されたモデルと、1989年に発売されたモデルとの、異なる二つの車種が存在する。鈴木 g s 四百 g s 四百は、鈴木発の 400cc4 ストローク DOHC。 直列に気筒エンジンを搭載し、1976年に発売された。GS400E は GS400 がマイナーチェンジを受ける形で1978年に発売された。性能諸元は GS400 とほぼ同等であるが、当時では珍しいキャストホイールを履くなど、スポーツイメージを強めたため人気を博した。ギアポジションインジケーターも装備している。 1980年に後継の代替機種となる GSX400E が発売されるとともに生産終了となった。GS400 リットル参考画像、鈴木 GS500E GS400E は1989年に国内販売された。日本国外輸出専用車種の GS500 をベースとした排気量縮小版であり、角型スチール製。 ダブルクレードルフレームの車体にボアストロークを変更して 399cc とした空冷にバルブに気筒エンジンを搭載する。ベーシックかつスタンダードなモデルとしての特性は決して見劣りするものではないものの、同1989年に登場したバンディット400と同一のカテゴリーでありながら、保守的なヨーロピアンスタイルと控えめな出力性能がユーザーの評価を得られなかった。 結果的に超不人気者として、楽輪を押されてしまい、国内での販売は1993年モデルを最後に終了した。鈴木 GS400EM1991GS400EM カスタム仕様その一方で、国外専用の GS500E については、1987年の発売以来、ロングセラーとして、 2007年の最終モデルまで20年に、渡りラインナップされた。またフルカウル装備タイプの派生モデル、GS500 回が2004年に発売され、GS500 と共にラインナップされた。ありがとうございます。